今日7月1日は七十二候の半化粧図です。農作業を行う上で重要な意味を持つ半化粧図は田植えを終える目安とされてきました。天候不順などでどんなに作業が遅れたとしても半化粧図以降は田植えを行わないようにしていたそうです。半化粧図にちなんで番組ではアンケートを行っていました。テーマはこちら、半化粧図にタコ食べる？このようなことをお伺いしていました。それでは皆さんからいただいた回答エリアごとに見ていきましょう。黄色が食べない、青色が食べるとなっていますが、青色の回答が多いのは近畿エリアですね。明石などの近畿エリアでは食べる習慣があるそうです。ではなぜ半化粧図にタコを食べるのでしょうか。理由を見ていきましょう。稲の根がタコの足のように四方八方しっかりと根付きますように、稲穂がタコの足吸盤のように立派に実りますようになど、こんな願いが込められていたのです。今日の夕食はタコを使って唐揚げや酢の物、リモートでたこ焼きパーティーなど行うのもいいかもしれませんね。